ワンマンコ、レイラおばさんの店にフランクを運びましょう。レイラおばさんビビるだろうな。浮いてんだもんな、フランクがな。めっちゃ浮いてんだもんな。どうや。誰もいじんねえな。フランク絶対浮いてるはずなのに。重かったでしょう。大したことなかったのよ。ちょっと走っただけですぐバテちゃうの。フランク。クロールさんの工場よくネズミが出る。フランクを追いかけ回してたらしい。ネズミが？へえ。なるほどね。ってなると、気になるのはやっぱり二の国のあのネズミだね。なるほど。ゴルネルに戻ろう。ネズミが追っかけ、ネズミが、猫が、ネズミが猫に噛みついた。ああ、ベッコベイだ。ネズミだって生き物さ。猫だって生き物さ。トムとジェリー、仲良く喧嘩しな。トムとジェリーの、日本語訳のオープニングね。今の。あ、門の外に出されるんだ。別に街の中でよかったのに。帰ってきたよ、凱旋や。おい、なんでやる気ないんや、おじさん。寝とるんかいな。なんや、自分、寝とるんかいな。さてさて。キーワードはネズミだって言ったから、もう。ちょっと装備整えていくか。もう買っちゃうか。買っちゃうか。一個買っちゃおう、もう。どうせ金なんか使わねえんだ、俺。あ、防具もあるんだ。難しいな。難しいな、やっぱり。はい。ほら。強くなったべ。25は強えべ。オリバーの半分以上あるんだな。オリバー全然力ねえんだな。さあ、ネズミを退治しに行きたいんですけども、なんだこの人だかりは。どうしたどうした。こっちは危険だ。なぜだ。あの子供はどうした。いや、お前はいるんかい。お前はおったんかい。近すぎたから国王様の名前、声がした。ほう。猫人とはすごく仲が悪い。さらわれた。なるほどね。お、なんだ？お、なんだ？かわいいぞ。猿。ノラ・イマージン。へぇ。ノラ・イマージン。え、連れてっていいの？このイマージン。あ、猿か。エテコーですけど。エテコー。エテコウ。ウッキーにエテコウと名付けます。エテコウ、行くぞ。うん、仲間が手に入った。ためろのコマンドを使える。力をためろ。なるほど。ためろを使ったと戦うのかに暴れろ。おお。おお、技キャンセル。ためろが使えるイメージは、守れが使えるんだけど、それ攻撃タイプ。おお。まあ、鬼男ばっかり使うけど。エテコーは頼りにならない。来たよ。もう絶対これあれだな。アンロックだな。ほら、間違いねえべ。あ、解けた。簡単じゃん。ピッキング班、オリバーの誕生だ。青い宝箱見つけたらアンロックを要チェックやで。行くで。自分行くで。エテコを連れて、鬼男を連れて、あんた行くで。開けへんで。うわー、なんかすごいのいる。うわー、コロネール地下水道。こいつはレベルアップしてできそうだ。
随分ジメジメしたとこやな。花のランカビてまうわ。それってカビちゃうの。さあ地下水道。お、魔物が来た。2体のイマージョン戦力の場合。え、2体同時に逃げんの。よし頑張ろう。ほう、え、てこ弱いな。まあここはじゃあどうしようかな。まあ鬼のとこでいくか。ついにイマージンが2匹やな。これで戦いの幅も広がる。 L1 を押して、はいはい、あ、交代できるんだイマージン。あ、強い。なんだこれ、クソ強。クソ強じゃん。何だろう、クソ強な、クソ強なんだけど。クソ強じゃん。なんだ俺、普通に強い素敵。いやこれ負けるぞ多分。これ根拠していってたら、あ、すぐレベルアップするじゃん。じゃあこれしばらくレベル上げだな。よかったよかった。エテコレベルになった。自分から行くか。うら、気づいてない時に行けんか。ゲロゲール AB。 頑張ろう。しゃ、行け鬼男。えいえいえい、負けんな負けんな。えい、オッケー、負けんな負けんな。惜しかった、勝ったけど、やったという達成感はあまりない。しかしまあエテコがレベルアップするな。あ、でも経験値結構できないんだ。これ結構序盤の経験値アップは大事な気がするな。ここ絶対最後の道なんだろうわ。あ、バレた。うわ、後ろ向くとダメなんだ。後ろ向くと先生が起きされるんだな。負けないよ負けないよって言ってるよ。うわ、横一線、強そうだけど弱いやつ。魔法、ヒール、オリバー。よし、オッケー。いけ、鬼の男。戦え。火の玉、13。クソ強。クソ強いんだよ。なんなん、これ。やばい。ヒール。死んじゃう、死んじゃう。危ねえ。ほら、ほら、小動物殴れ、殴り殺せ。やばいやばい。母さん、ごめん。あ、あ、全滅してしまった。これどうなるんだろう。あ、62ゴールドに減ってしまう。あ、いい、全然いい。めっちゃむずいじゃん。いや、クソむずいんだよ、このゲーム。何これ。超むずかった、今。もう鬼男使っていかなきゃ多分これ倒せねえな。おるら負けねえぞ。負けないよ。このブピス花が強いな。でたらめ切りで。ほら、どうだ。あ、まあまあだな。横一線が強い。いや、なんだこれ、何が強いんだこれ。なんか敵が全部強い気がするし。強くねえか、敵これ。いや、鬼男を強化して戦うしかないんだ。この調子でいこう。この調子だから負けたんだよ。オリバー、ちょっと学習しようぜ。我々には力が足りなすぎる。鬼男レベル2になった。一回セーブもしたいしな。もうやりたいことが多すぎるな。ちょっと一回中継。よし、正解。早くセーブポイントいかんと思うし、死ぬな。とても知らないけど鬼男が
今後勝っていけるかどうか分からん。あ、でも先制攻撃を先に仕掛けれるようになればいいのか。うわぁ、気づかれるな。むついな。ニョロリーナ。よし、頑張ろう。ちょっとまた強そうなのが。砂掛け。ほら。あ、砂掛けいいぞ。ちょっと強い。守れ。よし。で、戦え。よし。あ、なんかまあ。まあまあ大勝利ではないんだよな。まあエテコもレベルアップしてるし、いっか。いや、ここは耐える時間だな。ひたすらレベルを上げていく時間だ。ヒール。危ねえな、本当に死にかけてんだ。セーブポイントないのかな。まあ、帰ろうと思えば一旦帰れんのか。きつくな。よし、これが成功か。負けないよ。ゲロゲルが結構強いな。いけ。先制攻撃失敗しない？あ、強いぞでも。お、一発でいけた。強いじゃん。勝ってんじゃないかなんか。おお。鬼男強くなってきたな。鬼男をひたすら強くしていけばいいの。お、オリバー上がった。いいね。一回死んだとは思えないぐらい上がってきたね。まっすぐはいけないのか。いけないっぽいな。セーブポイントねえんかな。一回全開しないと無理かもしれないな。うわー、気づくんだな俺が。難しいね。負けないよ。怖くてエテコを使えないんだよな。うわー、横一線。横一線っていうのもよくわかんないけどな。うわ、よし、勝ってるな。やっぱ鬼男強いな。武器買っといてよかった。てなかったら多分死んでたな。まあ一回死んだんだけど。ここでなんとなくなんとなくここでアップしてって。うわ、気づくな。なんだろう、走ってっからかな俺が。負けないよ。負けないよ。いけ。至らぬ斬り。これはどっちだ、俺の方が早いんか。よいしょ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 。よし、楽勝利。楽勝利。勝ってはいるけどな。よし。お、スッキリコーヒー2個。なんだスッキリコーヒーって。スッキリするのかな。アイテム使ってみるか。トレビンか。これ紛らわしいな。MP を宇宙回復。ああ、いいね。ああ、でも、ここはパンにしとくか。まだあんのか？どっちから行けんだ、これ。歩きゃいいのかな？歩けば、気づかれないかな？今だ！ああ、違うんかい。難しいな。ニョロリーナは意外と、敵ではないんだよな。むしろゲロゲールの方が意外と強い攻撃放ってくるからな。よし、これがリセットかね。技キャンセル。あー、やべ、毒だけで全部ミスったな。ほら、ついた。よし、MP も回復。よし、鬼男を出せば勝てるようになってきた。鬼男のレベルも上がんじゃねえか。10までいきたいな。あ、狙い通り。毒取りそう。
ヌロリーネがどこからな。来たよ。向かえ。後ろを向いたら負けだ。来たな、ヌロリーナ。一頭だし、ちょっとエテコ出してみるか。ああ、エテコどこにあった。エテコがどこにあったよ。エテコ頼むぞ。ナイス。エテコ頼むぜ。この毒は引きずるのかね。どうなんだろう、この毒って引きずるのかな。この毒は引きずらないのか。引きずってないっぽいな。あ、引きずらないんだ。戦闘中の毒は引きずらない。やべ、きた。モンスターのリスポーン率が意外とある。行け鬼男、戦え鬼男。おわ、え、強え。なんだなんだ、強えぞここ。ナイス。ああ、やばいやばい。オッケー、戦え戦え。殴り合い殴り合い。この調子でいこう。ひたすらモンスターと戦ってるけど、やっぱちょっと面白くなってきたな。ヒール、目を離した隙にすぐオリバーはあれだな、体力を奪われてるな。おお、大丈夫これ、セーブしなくて大丈夫。大丈夫かなこれ、セーブしなくて。セーブしてないんですけど、ただのあれか、火をつけるための台。なるほどね、絶対火つけなきゃいけないなこれな。絶対なんかにつけるんだろうな。ああ。あ、なるほど、ここであれか、時を戻れ、違う。アンロックゲート、ファイヤーボール。あ、すげえすげえ、これだ、すげえすげえ、これだこれだ。なんて頭がいいんだ。よし、これで開いたべ。なんという頭の良さ。謎解き要素もあったわけだ。イエーイ、セーブして。セーブして。マジでセーブしてんだけど、ちょ、セーブしたいんですけど、なんもないんですか。ちょっとマジっすか、シビアだなこのゲーム。セーブしてるけど何も出ねえ。負けないよ、負けないよじゃないよ。いけ、ほら、あ、全然キャンプできないじゃん。オッケー、この調子でいこう、この調子でいこう。よいし、ルールアップ、いいね、鬼のとこ強いね。セーブポイントもできたいんだけど、なかなかセーブができないぐらい。ほら、あー、気づくな。隠密スキルみたいなやつあんのかな。頑張ろう、行け鬼のとこ、戦え戦え、殴り合い殴り合い、殴り合い勝てんだから。オッケーオッケー、完璧完璧。お、これは得したね、回復も MP も66、レベルがどんどん上がるな。やっぱあの、私がやはりあの、ちょっとばかしあの、石橋を叩いて渡るタイプの人間ですもんで、やっぱりなかなかあれね、あの、なんて言うんだろう、多少やっぱりレベルを十分に上げてからじゃないと RPG を進めらんないタイプの人間だから、それが功を奏してるのか。
非常に無難に進んでいく。よし、オッケー。セーブポイントができてるな。レベルアップ。アイス。エテコーレベル6になった。エテコーは石投げを覚えた。よかったよかった。これ、あれじゃないか。アイスって、もしかして。あ、ほんとだ。これだ。もうとにかく鬼男を育てよう。よし、オッケー。いっぱい食えよ。よし、オッケー。最強の鬼男を作り出すんだ。最強の鬼男を作り出して。絶対勝ってやるんだ。すべての人間どもに。すべての人間どもに復讐を誓うべく、鬼男を最強の人間にするんだ。最強の人間に復讐を誓うために人間にするんだ。何かしらの矛盾を抱えているようで。あ、おったおった。おお、間違い探しやな、これ。魔物が現れた。まあでもニョロリーナは正直敵じゃないな。オッケー。え、一発でナイス出したぞ。ナイス届いてないのかな。ナイス、ナイスが出る確率は器用さに依存するのかな。しかしまあ、お、プリン。めっちゃもらえるじゃん、アイテム。育成できまくるよ。おい、プリン。守りか。いいね。全然セーブポイントねえな。オッケー、真後ろ。真後ろからだな。なるほど、真後ろからか。先制攻撃のチャンスって言ってるけど、結構取られてるな、お前。オッケー、いけいけ。オッケー。攻撃力が段違い。これあれだな、結構つまんねえパートになるな。レベル上げだから、ただのレベル上げだから結構つまんねえパートになるな。これどうなるんだろう。絶対ファイヤーボールだな、これ。なんだろう、ファイヤーボールつけていいのかな。上に切るのか。ファイヤーボール。違うな。もう一個奥に何かあんのかな。はい、はい、はい、はい。なんか多分こっち側なんだな。それにも火をつけてみたいなことが。あったあった。これか。ファイヤーボールめっちゃ使うじゃん。で、さらにこっちか。ああ、なるほどね。結構仕掛け大変だな。え？でも、あったあった。これどうなるんだろう。これでさっきの竹の槍みたいなとこは。あれ、まだ、まだ？結構、やらせるね。あ、今消えてんだ。で、最後にこれつけれんか？え？速さが足んない？速さが足んないってことか。あ、わかったわかった。中盤をつけて最後につけるみたいな、そういうことか。あ、消えてんだ、消えてんだ。なるほど、はいはいはい。これ MP 足りるか？ここから行って、ここからファイヤーボールつけて、急いで、急いで急いで、せいてせいて、せいてせいて。ここでファイヤーボールを使って、で、これを最後、こっち側行って、ファイヤーボールで、よし！なるほど。速さも重要なのか。よしよしよし、謎は解けてきた。謎解けてきたから、ちょっと今回この辺で終わるか。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。